早く夜にならないかな。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔王の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。狙うぞ。暴力反対。さあ、ここだ。落ちろ。許せろ。しまった。見てくれない？できない。おりゃ！相棒の借り、返させてもらう。やってみろ。何？ソルジャー。クラスパー。集中して甘い。何で？しまった。受けて。死んだ。倒れるわけには。待ちろ。このままでは。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。まだやる？仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。沈め！やっせ！あっ！え？フライ！当たる！クラウド、強いでしょ。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。まだ。そこだ。暴力反対じゃないのか。正当防衛。殲滅する。はいいか。それ。ちゃあ。ほい。
よし、沈めろ。飛んでけ。うん、うん、お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹すいただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。
お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド？いや怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。バランチのせいでうちのじいちゃんが元気になった。あ、あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。
あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。集中していく。チュラ。油断したな。飛んでけ。追い打ちだ。来い。覚悟はいいか。当然の結果だ。あれはロボットアーム。かわいいよね。うん。嘘。はしご引き上げられてる。この子使えないかな。私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしご下ろすね。
あれ？うん、よし、この調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった？出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。アームであのコンテナ掴めない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？はい。
見て、どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。クラウド、いいよ。やったね。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。
誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償、弁償、弁償ってなんだバーカ。お前は本当に何にも知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。のえ、あ、弁償ってのはそのあれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。覚悟はいい。はいはい、おやすみ。それ問題。当たれ。隙をつく。ソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだ？お前ら。やってる。ちょうどいい。こいつの腕試しだ。覚悟はいい。終わりだ。行け！まあ、いつでも来い。揺さぶっていく。仕上げだ。動けるうちに。このままでは。Cut!
またはしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。Thank you.
こっちこっち。だな。うん。あ、おう。ん？クラウド、今。急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない。いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。
そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は多分知ってる。大丈夫？あ、綺麗。え？瞳。ああ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。ここ。うん？ちょっと待ってて。見て。隠し通路、七番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？ああ。クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。